しづらい。うわ、なんかいっぱい人がいるとこに来てしまったずら。こんにちは、オラコマさんずら、よろずら。あ、そんな丁寧な挨拶なんかしている場合じゃないずら。ここら辺にあるっていうもんげー美味しいソフトクリームのお店知らないずら？ほら、コマジローと一緒に食べようってそこで待ち合わせしてるずら。知らないな。コマさんソフトクリーム大好きだもんね。ソフトクリームも大好きだけど、ほら、コマジローが見つからない方がもっと心配ずら。オラの大切な大切な弟ずら。大切か、そういうのなんかいいよね。何言ってるずら。ケイタにはたくさんの大切な友達がいるずら。そうかな。それに友達みんなと仲が良くてオラ羨ましいずら。そうでもないよ。それになんといっても一番仲がいいのはジバニャンズラ。キーター、お、ジバニャンズロ、噂をすれば来たズラ。キーター、ジバニャン、こっちこっち。キーター、キーター、キーター。それは己の胸に聞いてみるがいいにゃ。よくも、よくも俺っちの録画したニャーケイディのライブ特集を消してくれたにゃ。ライブ特集？あ、楽しみに再生したらクイズ番組になってたにゃ。ごめんごめん、どうしても見たくて。そのライブこの前見に行ってたし、もういいかなって。よくないに決まってるにゃ。学校の成績も普通のケータがクイズ番組見て何が面白いにゃ。むっか、そこまで言う。ああ、そこまで言う。二人とも仲がいいって話だったずらけど、どこか。大体テレビはうちのなんですけど、偉そうに言われるのが超腹立つ。それくらいで叩く。普通ブッタラブタによく似てる。むくー、そういうケータの方がよく似てるにゃん。ちょっと待って、でもよく言う萌えっていうのとも違うんだよね。
っぱジャンルっていうか違いを分かってもらわないと。萌え、よく分かんないズラけど、それって美味しいズラ？俺も食べてみたいズラ。そう、それそういうボケ倒しの魅力、可愛いの新境地きた。いや、おてば、もうコマさん困ってるだに。小町郎と待ち合わせのソフトクリーム屋さんに行きたいズラけど、場所が分からなくなったズラ。ソフトクリーム屋さん？それって最近人気のあそこだよね。ダニ、二人とも知ってるズラ。よかったズラ。やっぱり仲がいい二人は違うズラ。いや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 、仲がいいっていうか腐れんすよ。じゃなきゃこんなへんてこなのよね。かわいいのと一緒が一番だし。こんなへんてこなのってどういう意味だに。ああごめんごめん、いやほら勢いで骨が出ちゃっただけだから気にしなくていいよ。うむむ、またそういうはぐらかしをするだに。いいだに、みーだっていろいろ言いたいことあるけどたわごとだからやめとこだに。なによ感じ悪い。そっちこそだに。クククククク。二人とも言わないのはダメズラ。一緒にいる者同士、思っていることは正直に言い合うのがいい。そうお母ちゃんも言ってたズラ。じゃあ。そうだよね。やっぱりその通りよね。やっぱりコマさんは一味違うだに。素敵だに。でソフトクリーム屋さんですよね。あそこをガーって言ってガーって言ってゴンゴンゴンと曲がってだーってだーって言ってガーって言ってガンガンガンと曲がってだーズラね。ありがとうズラ。バイズラ。バイバイだに。思っていることは正直に話していいだに。チュファ。というわけで前からイナゴには言いたいことがあっただに。そもそもミーを雑に扱いすぎだに。話は聞かない、忠告も無視。それにさっきのヘンテコってヘンって、あららら、正直な感想ですけど、だいたい雑って言いますけど、断るごとに持ってる銃を撃ちまくるのはどこのどなたですっけ。冷静ぶってるけど切れやすいってどういうこと。そのヘルメット取った姿も含めわけわかんないんですけど。キー、それを言っちゃおしまいだに。もういいだに。いつもマニアックなわけわかんないこと言ってるイナホに言われたくないだに。こっちだってもっと気の合うパートナーがどれだけいればと。あ、そう、そうよね。ゲームみたいに気に入らなきゃパーティーさっさと変えればいいんだもんね。わかった、こっちだってふさわしい相手探してやるんだから。じゃあね、バイビー。こっちだってせいせいするだに。さっさと行くだに。バイバイだに。本当に言っちゃっただに。いいんだ、一人には慣れてるだに。昔みたいなもんだに。一人だにか。あ、ウサピョン。ゲータ、こんにちはだに。うん、隣いいかな。ああ、どうぞだに。ちょっと相棒とやっちゃいましてね。いや、分かってるんですよ、自分が振り回されてるって。だって俺普通ですから。でも
もうしょうがないじゃないですか。あんな個性あふれる相手ずるいですよ。猫なのに腹巻きしてるとか、チョコが好きとか、アイドルオタクとか、勝てないじゃないですか。しかも妖怪ですよ。普通ないでしょ。妖怪とか関係ないなに。人間だって同じ。いつもテンション高いし、自分のこと棚にあげるし、自分の関心があることしか興味が向かない。わかります。ダニ、宇宙美少女セラピアーズとか、トゲ飛ばし星人ササルスキーとか。いえ、さっぱりですね。何語ですか。アニメ好きにも程があるってやつです。ダニ、でもやっぱりずっと一緒だったから分かってあげないとって思う。ダニ、思いますよね。俺大人にならないとって。俺こんなにも分かってくれたの、生まれて初めてで。ミーもダニ、いろいろ背負っているのは一人だけじゃない。ダニ、ウソピョンさん、ケータ君。だけじゃダメなんだ。一人で頑張ってもダメなんだよ。パートナーへの不満は共に手を取り合って言っていかないと。そうだに、戦うだに。二人とも、そうは問屋が下ろさないにゃ。この声はジルバニャ。手を取り合ったところで何ができるにゃん。お前たちがしんみり手を取り合っている間に、俺っちも魂と志を共にする心強い仲間を手に入れたのにゃん。なんだと。仲間ってまさか。俺っちの友達出てくるにゃん。イナホ人間メダルセットオン。Ladies and gentlemenを持って行ってしまう感じ。とても危険な奴らが手を組んでしまったような。ケータ飲まれたら負けだに。好き放題を認めるわけにはいかないだに。きっとこの場所でミーたちを応援してくれてるのはお父さんお母さんたちだに。お小遣いあげろ。チョコボーもっと欲しいな。そうだね、頑張ろう。って言ってもどうすれば決着がつくんだろう。ここはマンガらしく拳と拳でバーッと。ダメだに。それじゃ盛り上がんないじゃん。そうだ。お？私の友達。お？出てこい拳。いやいや、俺が呼ぶから。なんなん、ここは私の。俺が。私。
妖怪メダルセットオン。Ladies and gentlemen, プリチーザクール。プリチプリチオーラビルプリチ。プリチ。コマさん。で、ここはどこずら？ほら、コマジローとソフトクリームを注文して待っていたんだずらけど。コマさん、俺たちを助けてよ。やる気をみんなから感じるずら。一体どうなっているずら？実はこれがああしてこうなって、これがそうしてああなったってわけ。なるほどなるほど、それは大変ずら。やっぱバトルっすか？バトルっすよね。熱いやつ。喧嘩は良くないずら。これは眩しい。コマさんの純粋な心が眩しい。そうずら、ここはクイズで決着をつけるのがいいずら。なるほど、それはいいアイデアだに。クイズですと？なるほどにゃ。我々の情熱で培った知識量を舐めてもらっては困りますな。にゃーはっはっは。無駄にプレッシャーを感じる。だけど負けない。俺たちも頑張ろう。普通の意地を見せてやるんだ。そこの意地を見せるだに？まあいいだに、やるだに。会場のみんなも分かったら手を挙げて一緒に答えてほしいずら。それでは妖怪クイズ第1問。ジャジャン。ジバニャンがずっとファンの女の子たちは何という名前ずら？はいはいはい、これは簡単だよね。これはミーでも分かるだに。それじゃあみんなで言ってみるずら。せーの。え？好きでしょ？宇宙美少女セラピアーズ。コミック売り上げ1兆円突破。アニメ視聴率 90%。 コスプレ大会200万人突破。なんでだってニャーケービーが声優で参加してるじゃない。いや確かに俺って知ってるけど、一番ってわけじゃ。なんで？俺っちが好きなのはあくまでリアルなアイドルのニャーケービーニャン。ひどい。リアルと二次元を区別する？それって差別じゃん。ねえ何これ。好きだからこそ細かいこだわりで決裂するだに。恐ろしいだに。とりあえず次に進んでみない？コマさん。わかったずら。では次の問題ずら。妖怪クイズ第2問。じゃじゃん。ウサピョンが怒った時に変身するのは何モードずら？かわいい。簡単簡単。俺っちだけ知ってるにゃん。それじゃあみんなで言ってみるずら。せーの。ベイダーモード。あれ？いや実はそこら辺よく知らなくって。いいじゃん、そういうのをこれから知っていけばさ。それにしたって主人公がそれじゃあね、ミーももう少し知ってくれているかと。ごめん、ちょっと引くかも。ちょっとみんなそんなこと言っちゃダメずら。ケイタは本当に普通なだけずら。くそ。普通ってそういうことずら。ケイタも落ち込まないで元気出すずら。コマさんの言葉に一番とどめ刺されたかも。だって宇宙人みたいだし、見た目ウサギの妖怪ってことしかわかんないし。違いますよ。ウサピョンのこの姿はウサギっぽい宇宙服であって、ウサギではないのです。プリチーじゃなくウスラ影族でもあるんだから、そこんとこ間違ってもらっちゃ困りますって。もんげー、そんなとこまで知ってるずら。そりゃあね、やっぱり出会ってからずっと一緒だから。ロケット作って飛ばしたり、イナウサ不思議探偵社を作ったり。イナホ
いろんなこと知ってるよ。いつか宇宙を旅するのがウサピョンの夢だってこともね。そうだ、コマさん、今度は俺たちから問題出させてよ。わかったズラ、ゆるズラ。みんなもいいよね。では妖怪クイズ第3問。じゃじゃん。ジバニャンが大好きなチョコのお菓子の名前はなんだ。チョコ。会場のみんなもわかるよね。それじゃあせーので言うよ。せーの。チョコって言ってるけど、どう？ジバニャン。友達を大事にするズラ。オラたちも早くコマジローの